回はアルコール9代2017年の問題を説明します。分子式 C3H6 で表されるアルケン A と C5H10 で表される分岐型アルケン B があると、化合物 A および B を触媒を用いて水素と反応させると、それぞれ飽和炭と水素の化合物 C および D が生成する。また酸を触媒として化合物 A および B に水を孵化させると A からはアルコール E および F が、 B からはアルコール G および H が生成する。ただし GH は代表アルコールではない。 A および B を周数と反応させると周数の色が消え、それぞれ化合物 I および J が生成する。また化合物 B をオゾン酸化したうち亜鉛で処理するとカルボニル化合物 K および L が得られ、 K は銀鏡反応を示すと。 CD の構造式を書きなさいと。E から H の構造式、水の化反応では RK は成果せず、 E および HG では少し少量しか成立しない。EMGHIJ のうち光学生態はどれかと。L を還元するとアルコールが得られるが、EMGH のどれと同じかと。まずアルケン C3H6 ですね、C3H6 だからこんな構造がこれ A だな。で B は C5H10 で分岐型やって言ってるから、こんなんもあるしな、こんなんもあるな。こんなんな分岐型やったらね。で A を水素と反応させると飽和炭化水素 C を D、 こいつ、水素と反応させるとこんなんできるな。これが C か C な。こいつらは、水素と、反応させると、あ、これみんな一緒やな、一緒のものができる。あ、これ一緒やな、一緒。これが D か、 D ができて、これがまあ D やな、 D やな。で、水を孵化させると A からアルコール、水を孵化させたらこれは2種類考えられますね。なだからこれはあのマルコフニコフ則で H の多いように H がくっつくので、これは EF だけど E は少量しかできないのでこっち E やな。これが F な。でこれもう一つは B からアルコール GH で G は少量しか出ない、できない。これやな。これは H2O と OH やな。ここに OH か、またはここに OH もなんだけどな。で、GH。GH やから、これ水が孵化するときにこっちの方がよくできるのか、これがな、H、 これ G か、まあ、これは H が C が多いとこれ安定化するからな。ここが一番安定だね。GH は代表アルコールではない。まあ、こちらは代表アルコールできてしまうので、これでどうかしてるな。で、臭素を化させると、臭素の IJ が生成する。A から臭素を化させる。これに臭素を化させたら、BR、BR ってなんでしょうな。BR。で、これが I かな。I。こっち側に臭素を孵化させたら CCC の
cu biato și 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 no poți via cu na de na ai o ce va să se și これこっちはこれがあれだなこれが中層化させたものが2つやな。これが、Jだな。集荷水素じゃなくて、シュートやからな。これが、Jだな。Jができると。で、 K は銀鏡反応を示せば、これ K やな。これが L やな。L やな。で、 CD の構造式。 CD の構造式はどれかというのから、 C は D はこれやな。 C はこれやな。 EFG 水の方にあって、EFGHの構造です。Fこれな。EFGこれな。GH。Gはこっちやな。Hはこっちやな。GH。EFGHは高額性だよ。不正炭素原子、高性炭素原子な。これ、ここにな。ここな。 これもちょな。これはこれとこれとこれとこれじゃな。これとこれもちょな。これとこれとこれとこっちでがいいな。Lを還元したらこれになる。あ、これ還元したらな。 H2で還元したら、まっすぐ書いたら、ここを置いてな。これは F としてな。はい、以上です。